それも何もかもやっぱ結果が全てやからね、はい、働き方はそういうことを言われるということですわ。続いて片岡さんがドラゴンズに入って大きく変わったところを教えてください。まあ、これ自分で言うのもおかしいね、はい、いやでも気になります。その2年間やられてドラゴンズで、まあ、ファームですけどね、はい、いろんなその規律というのかな、まあ、挨拶とか返事にはうるさかったと思いますよ。やる面ではウエイトトレーニングというのをしっかりやらそうと思ってましたし、うん、はい、これはあの今の時代はもう欠かせないことと思うんですよ、はい、だから他のチームもそうですけど、ただウエイトだけでもいけないし、はい、全くしないでもいけないし、そのバランス何でもさ、まあ、休養もそうやし練習にしてもそうだし食事の面にしてもね、だからそのバランスよくやらさなきゃいけないっていうことはすごく考えてましたし、まあ、食事のこととかに関してもあの結構あの言わせてもらったというかね、まあ、トレーニングコーチのこともそうやし、ただあまりどっちかに偏るってのは良くないんで、はい、これはもう選手によってもそうだしね、この選手は足らないところ、ね、ベテランと若い選手は違うし、はい、その辺はしっかりこう区別しながらやったと思います。はい、体でかくなった選手多いですよ。多いです。特に2軍、はい、あの最初に開幕戦で行った時から、うん、本当に今シーズンの最後の方に試合に行った時もうなんか選手が大きくなった感じがすごくしました。すごいしましたよね、はい、だからもう俺たち見てても当てかなったなと思うって、毎日見ててね、あこいつ変わったなっていうのはかなり変わってると思う。いや本当にそうです。めちゃでかくなった久しぶりに見たらなんかみんな大きくなってるみたいな、はい、嬉しかったですよね。嬉しいですね。だからもう今はあのいつも言いますけどね、打つ方に関してはもう早い変化、あの通信系のね早い変化に対応しなきゃいけないし、あの昔みたいに青玉じゃなくてね、やっぱ硬い息でこうポンと打たなきゃいけないんで、これはおそらく皆さん昔の選手のねあの映像で今の選手の体って全然違うと思うんですよ。その辺がやっぱりその力パワーでやっぱある程度これ遠くへ飛ばすだけじゃなくって、はい、振り負けないパワーが今いる時代になってきたんで、うん、ある程度そのウエイトトレーニングしたらそれつけてまた怪我しにくくなるっていうところもあるし、長いことプレーできるというね、プロ野球の場合やっぱり反復練習が大事なんで、はい、練習できる体力、はい、それつけるために、で特にいつも言うんだけど今はその入ってきた、ね、選手はコロナでさ2年生はね、あまり満足に練習できなかったので、すごいそのね、ウエイトトレーニングも興味持ってくれて、やってくれてね、見たらびっくりする体になってるよ。へぇ、また来シーズン楽しみですね。ほんまに、ね、うん。続いて、BL 座談会は今後予定ありますか？このオフの特別目玉企画やったからね、はい、おお、もう大人気企画ですから、ね、あの清水さんがね、はい、今度ね、山口県の工場高校かな、はい、の総監督に就任されたんです。おお。嬉しいですね。おめでとうございます。本当にあの嘘がない方でね、独特のあの表情と、うん、あの声ね、やっぱりこの情熱はすごいんで、はい、まあ、総監督ということであの毎日行かれるわけじゃないみたいですけどね、うん、また僕も注目してみたいですし、そうですね、清水さんもやっぱちょっとブランクがありますけど、すごい野球に対する情熱っていうのはね、はい、変わらなく持たれてるんで、その工場高校がどう変わっていくかね、はい、私の方が楽しみですね。おー、はい、なんかまだ何年後かにドラゴンズとかね、プロの世界に清水さんの教え子が来てくれると嬉しいですよね。いやそうやね、本当にまあ今ね言われた同級生が監督してる教え子とかも結構もうプロ野球に入ってくるんで、はい、多分54歳って結構プロ野球でももう一桁ですよ、ユニフォーム着てるコーチが、はい、そんなもあったりもうね、なんか携わった選手がプロ野球に入ってきてくれるんでね、これは嬉しいですよね。そうですね、まあまあでも楽しみですよ、はい、ただ PL の企画はちょっとしばらく封印しときます。わかりました。ここでね、いきなり吉本さんもいいんですか？守るですか？守る新しい焼肉やり始めてね。そうそう、守るも宣伝しとかなあかんわ。そうですか。そうそう、あの一回行ったんですよ。どちらで？神戸のね、イタリアだから近くですよ。焼肉屋なんですけど、綺麗な今度はね、あこの白いテーブルで焼肉屋っぽくないね、お店でね、あんま焼肉屋がなさそうなところに焼肉がポロッとあるんで、へぇ、頑張ってますよ。そうですね、また行かなあかん。行かないと、面白かったです。ちょっと私からも質問いいですか、はい、中日の選手がたくさん YouTube を始めていますが、あ、そうなの、はい、それについてはどう思いますか？どんどんそのやっぱり今の時代にやからやったらいいんちゃう？そうですね、まあでもあのね、球団もね、やっぱいろんなその規則というかね、そんなもん俺たちも言われるんやけど、はい、まあなんちゅうの、誰でもそのみんなそうやけど、全員が全員っていう人おれへんやん。必ず1割かぐらいの人はな、なんか言う人おるし、はい、それも含めてまあまあやっていかなきゃいけないっていうのは、この俺も YouTube やらせてもらって分かったし、
選手もそうやって発信したことによってね、はい、そういうコメントがあるやん。それって直に来るんで、そうですね、ファンの人は喜んでくれたり、また変な言い方やけど嫌なこと言う人もおると思うけど、はい、それもこんな風に見てる人もおるんやと思った方がええんちゃうかなと思うね。うん、でも喋り方とかさ、なんかあるやん、そんな、はい、そんなもなんか勉強したらええんちゃういいっすよ、ね、と思うけどね。もっとやってほしいですけどね、そうですね。なんか中日の選手ってオフシーズンすごいテレビ番組出てるイメージあるんですけど、だから喋りも上手いんじゃないですかね。どうですかね。上手いの。もう結構バラエティーとかで出てるイメージある。特に小笠原選手か。ああ、なんかあの信者面白い。そうですね、 YouTube も始めて。信者スタバ買ってたからね。車っぽいですね。あのドライブスルーの店員さんに言われとったら信者の YouTube 見てるんで僕。あ、そんなも出してるわけ。で、あのそう、車でドライブしながらあのトレーニングしに行くとか、朝起きてあのプロテインとか作るんですけど、モーニングルーティーンみたいな。ほら、好きなんで僕。それはなんか秋のキャンプも、はい、なんか名古屋駅の近くに泊まってね、はい、出てたけど、もうその野球に集中するっていう意味で、で本当に彼なんかはね、今年開幕であれだけのね、はい、ネットをしてくれて、もう来年は本当のねエースとしてやってもらわなきゃいけないし、はい、うん、馬力があるしね、はい、あのスーツとかで見るとやっぱこの太ももの、あれはすごいね。へー、あのやっぱり馬力、馬力があるな。いや、YouTube でも片岡チャンネル負けてらんないですよ。また言われるやん。ドンキにやるなって言われるわ。監督コラボしましょうって。選手が急に。コラボ。監督コラボしましょうよ。なあ、誰も言うひんちゃうか。スタバ一緒に買いに行きましょう。ちょっと見てみたいですけど。一緒に買いに行ってみたって。スタバね、ね。片岡さんスタバとか行きます。俺ね、今までね、スターバックスってあの。ドライブスルーしか行ったことない。昔ね、ちょうど俺がタイガース時代に泊まってたとこの名古屋の宿舎の前がスタバやね、はい、いつもそのトレーナーがスタバ好きなやつがおって、はい、そいつがいつも俺にここに出てくれた。あのちょっと凍ってるやつあるやん、フラペチーノ、あれ、あ、はい、こういうのあれがまたたまらなくうまいのよ。あれ美味しいですよね。いつもそいつがその1個あれ凍ってきてくれて、ただ自分で買いに行ったらそういうさ横文字の難しいやったら分からへんわけよ。最近どこ行ってもさ、あのなんかこうデザートとかさ、はい、すごい難しい名前のやつ増えたよね。長いですよね。昔は長いですから、シャーベとかケーキやったわけよ、はい、今はなんかそのプランチーノとかさ、なんかなんとかのシュプレとかなんかあるやん、いろいろそんなアフォガードとか、そう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 、いろいろありますよね。マキアードとか、マキアードとか、だからちょっとそれ苦手やからね。お気に入りのフラペチーノは何味なんですか。それ分からへん。分かる。凍ってるやつはたまにあったら美味しいなって。凍ってるやつ。ドライブスルーで凍ってるやつ言われたらなんか言われない、いろいろ種類もクソも分からへんわけよ。で上にちょっと生クリーム乗ってるやつとか言ってさ、それも一回しか言ってへんから。へ、俺あんまりねコーヒー飲まへん。あ、そうなんですか。甘いやろ。甘いです。甘いやつでなんか体に悪いっていうようなイメージがあるから、俺あんまりも飲まへん。へえ。まあそれはええとしてやつ、はい。はい、続いて片岡さん、こんにちは。私はいつもコンビニに入って飲み物を買うときに何を買ってよいかすごく迷うのですが、片岡さんはコンビニに行かれたら何の飲み物を買われますか。私も同じものを買います。吉田のコンビニ結構行くタイプ。行きます。何買ういつも。私飲み物は大体水か、うん、特茶です。それやっぱ体のこと考えて。そうですね、やっぱ甘いものはあんまり飲まないように。ヤクルト1000はたまに飲みます。俺のマンションの下はねコンビニやね。え、大きな冷蔵庫がある。うわ、私も一緒ですよ。行っちゃいますよね。いや、せやねん、あかんねん、寄ってまうやろ。夜中とかにお腹空いて行っちゃうのが一番良くない。俺は飯で帰りに必ず寄ってまうねん。はい、俺飲み物よりまずアイス買うねん。はアイス。アイスね、基本はガリガリ君な。え、ガリガリ君？ガリガリ君大好きやもん。ガリガリ君大好き。ガリガリ君やで。ガリガリ君に、あのね、果実のなんとかっていうの分からへんかな、なんかこう丸っこいさ。あ、分かります。あのカラフルな、そうそう、なんだっけ、あの果実の濃縮果実、袋に入ってるやつですよね。ピリピリってやるやつ。何でしたっけあれ。アイスの実。アイスの実。そうそう、あ、出てきたね、今横から。アイスの実です。アイスの実、はい、あれとな、ハーゲンダッツの、はい、クリスピー。何クリスピーって、なんかあのサクサクのやつですか。そっち。 あれ美味しいですよね。でそれにね、あかんねんけど白いねパンの巻いてるようなチョコが入ってる柔らかい生地のやつは知ってる。わかります。チョコのクリームみたいな入ってるやつ、ものすごい柔らかいやつ。あれ美味しいですよね。あのね、肌触りがたまらないのよ。でな、時間もさ、あれなんか8時とかになったらね、はい、20引きとか30引きとか書いてあるありますね、パンあれなんか凍ってまうよな。え、片岡さん、アイス3つとパンを1日で食べるんですか。いや、いつもちょっといかへんね。ああ、そうですね、でも、俺のガリガリ君はさ、なんか100本入ってる、なんかこんな大きいガリガリ君あるやん。はい、あれがええのよ。あのサイズもちょうどよくて。そうそう、あとガツンとみかん。ガツンとみかん大好きです、私も。あれもたまらない。あれ美味しい。片岡さん、アイス。俺、アイスめっちゃ好きやね。すごい。あとは基本的にはピノ。ピノ、おあれさ、6個で100なんか高いな。高いです
最近高く感じます。そうそうそう、はい、で飲み物はね、まあ、水はもちろんいつもあるけど、はい、これ何飲んでんやろ。お茶はあんま飲まへんな。水と家で水ぐらいしか飲まへんね。おお、お酒俺、ね、家であんま飲まへん。もう飲むとしたらもう焼酎ね。焼酎、俺も宮崎が好きで、宮崎のね20度の焼酎が大好きやね。なんてやつ。霧島。ああ、霧島、私も大好きです。この本霧っていう宮崎で売ってる霧島、はい、あれをもうロックで飲むのが好きやけど、これはねダラダラ飲まへんのよ、はいはい、飯飲みにビール飲んで焼酎飲んでもそれだけで、あんまりね家帰ってからも飲んでたらまたほら出てるから書かれたらあかんやんか。深酒って書かれちゃう。書かれたらあかんから、はい、一人の酒酔うからさもう家帰ってきたらもうアイスで酔い覚ました。酔い覚ました。目覚ましながら、そうそうそう、はい、見ながらね、はい。だからまあそんな飲み物は水やな。水とアイスと。アイスと。おお、はい、意外な一面ですね。じゃあまたあのね、ファンの皆さんの気になることあったら、はい、コメント募集してますので、はい、ぜひ。